クラッシュシンバルサスペンデットシンバルシンバルは対面楽器に分類される打楽器の一つ。シンバルはつばびろ帽子の形に比較的薄く伸ばした金属でできた楽器で主に西洋音楽で使われる。同様のものはユーラシア大陸全土に広がっており、仏教に使われるものを尿鉢、または尿鉢と言い,い、それと同じもので芝居に使うものを尿鉢という。 同型のさらに小型のものは、同抜、同拍子、手、タイラキンと呼ばれる。また、同種のものに非常に小さいシンバルがあり、指につけて打ち合わせたりして演奏するのでフィンガーシンバルと呼ばれる。クロタルもその一種である。現在の西洋音楽で常用されるものとしては、タンバリンの枠で見ることができる。また、アンティークシンバルというシンバルの形をしている小型の楽器は、 形は似ているものの音色や音の性質は全く異なる。同じ形のシンバルを2枚対抗させて打ち合わせるなどして演奏する場合と1枚のシンバルを吊るすカホルダに固定してスネアドラムのバチやシロフォンやマリンバ、グロッケンシュピールやビブラフォン場合によってはティンパニのバチで叩く場合とがあり、前者をクラッシュシンバル、後者をサスペンデッドシンバルと呼んで区別する。 また、2枚のシンバルを水平にホルダに固定して、1枚を上下に動くようにして、ペダル装置で操作するものがあり、ハイハットと呼んで、主にドラムセットの中で使用する。なお、サスペンデッドシンバルに金属製の秒を数本打ち込んだものもあり、シズルシンバルと呼ばれる。また、サスペンデッドシンバルの中でも、 チャイナシンバルやスプラッシュシンバルのように独特の音響を持つシンバルはエフェクトシンバルと呼ばれている。クラッシュはと描きながら片方を上から下へもう片方を動かしこすらせるようにして打ち合わせるのが基本である。非常に小さな音から人打ちでオーケストラ全体を模型するほどの大きな音まで出すことができる表現力がある。 サスペンデッドにはトレモロをしながらだんだん音量を大きくしていく奏法があり、劇的に曲を盛り上げる効果がある。クラッシュでのトレモロは、楽器の一つの円と逆の円を交互に打ち合わせる奏法による。また、楽器をトライアングルのバチで擦る、その他、様々な特殊奏法が開発されている。上述の還元楽団や吹奏楽団などにおける合わせシンバルよび、 サスペンデッドシンバルには、18インチ、19インチ、20インチ、前後のサイズのものが一般的に多く用いられるが、曲奏によりこれ以外のサイズのものも適宜用いられる。マーチングバンドなどにおいては、演奏効果、視覚効果等に鑑み、様々なサイズの合わせシンバルを用いる。メーカーでも様々な小道のシンバルを取り揃えている。また、幼稚園や小学校の園児、 児童等による古的体などにおいては音楽的な側面よりも体格的な問題から小さな計のインチ数の楽器が選択されるケースが見受けられる。ドラムセットにおけるシンバルの役割は重要で以下に用途別の名称を記載する。ハイハットーを主成分とした金属の合金で製造される。製造方法は大きく三種類あり、製造工程が さらに求める音により変わるため一概に製造過程を定義しにくいが、大体のところは、以下の通り教の西洋音楽で使われるシンバルは、トルコから広まったものであるという歴史から、現在もシンバルメーカーは、シンバル発祥地トルコが源流というブランドが、世界市場で主力となっている。もう一つの発祥地と言われる、中国源流のブランドは、今のところウーハン全。ありがとうございます。